どうも、ブルームビューティーバーのゆきです。マスクメイクでも大切なアイライナー、特に今年は今まで全然なかった新色も出てきていて、色選びからワクワクしてきますよね。今回はアイライナーに関するちょっとしたことで実は解決する問題についてお話ししていこうと思います。まずはアイライナーそのものの管理の仕方についてです。リキッドアイライナーって最初はスルスルっとかけていたのに、あっという間にこうボソボソとした質感になったなとか、まだそんなに使ってないはずなのにもうなくなってしまったのって思うことはありませんか？それってもしかしたらファンデーションとかアイシャドウが筆に詰まってリキッドアイライナーの液が出にくくなっているのかもしれません。特にラメの多いアイシャドウは詰まりやすいです。リキッドアイライナーの液と一緒になって筆のところで固まってしまうと取れにくくなるので、アイライナーを引き終わったらその都度軽くティッシュで筆を拭くといいです。それと液が出にくくなったりとか逆に漏れたりといった原因にもなるので、縦にしておくのではなくて横向きに保管するのがベストです。そしてせっかくこうアイラインを引いてもすぐによれてしまうとかすぐに取れてしまうという方は、ラインを引く前にティッシュを軽く当てて目の周りの余分な油とか水分を吸い取ってみてください。スキンケアした時の油分とか余分なファンデーションとか、あとなんかちょっとした感じでにじんで出てきた涙とか、そういったものってよれやすさの原因になってくるんですね。そういうものって肌の上ですぐ動いてしまうものなので、その上にラインを引いても肌には密着してくれないんですね。だからすぐ取れてしまったりとか、なんかよれてきたりっていうことが起こります。特に目尻とかはちゃんとティッシュで拭い取ってあげると仕上がりとかも持ちもアップするので、ぜひやってみてほしいなと思います。何か参考になったことはあったでしょうか？それではブルームビューティーバーのゆきでした。